池袋駅ご利用の皆さん、そして地元豊島の皆さん、こんにちは。平良佳子は30歳、就職氷河期世代です。何十社も会社回って内定1社しか取れなかった経験もあるからこそ、働く人を使い捨てにする社会を変えたいと立候補を決意いたしました。そして許せないのがブラック企業です。私は先日ワタミという会社で正社員として働いていた男性の方の話を聞きました。彼は休みなし、月250時間長時間過密労働、深夜残業させられたにもかかわらず、給料はどんどん天引き、手取りが月数万円のこともあった。一方でこの間のアベノミクスで1兆円儲けたユニクロの柳井社長という人は、自分の会社で働く社員年収100万円でも仕方がないと発言した。皆さん、年収100万円、月に直せば8万円でどうやって暮らせというのでしょう。けて日本中で餓死や孤立死の事件が広がっています。こういう生きさせろという当たり前の願いすら実現できないような今の社会では、到底先進国とは言えないではありませんか。福島第一原発の事故は未だに収束していません。未だに15万人の皆さんが避難生活を余儀なくされている。その避難の中でお墓に避難しますと言って93歳の女性が亡くなりました。原発さえなければと自ら命を絶った酪農家の方のこと、私は忘れることができません。これでどうして事故の被害がないとか、事故が収束したと言えるのか。今東京には原発からのエネルギー一つも来ていないけれど、電力は足りているではありませんか。今政府がやるべきなのは原発の再稼働でも輸出でもありません。まずは収束宣言撤回して、事故の収束に、被災者の救済にこそ力を尽くすべきなのではないでしょうか。憲法を変えるのではない、憲法の理想に日本の現実を一歩でも二歩でも近づける、救助を生かして平和外交を進める、これこそが日本政府のやるべき仕事なのではないでしょうか。また皆さん、ご協力を本当にありがとうございました。心より申し上げます。日本共産党の平良佳子、平良佳子。